お疲れ様です。暗号通貨ニュースでございます。まあアルトコイン様々ございましてね、草通貨とかね、まあ、人気のあるアルトコインですとか、いわく付きのものとかっていうのは、まあ、無数にあると、数千とも言われてるんですけども、まあ、一つはランキングの100位以内の通貨に、まあ、概ね人気が集まってきたっていうことと、じゃあ100位以下のいわゆる草コインっていうのはダメなのかっていうと、まあね、プロジェクトが育ってないだけで、今後見通しが持てるものはあるんじゃないかなと思います。それぞれの暗号通貨っていうのは、やっぱりね、誰かが応援していて、そこにテクノロジーや資金、そして人の流れがあるってことなんですよね。まあしかし、どんなに真面目にやっても、企業活動と同じで、アルトコインそのものがね、やっぱ個別に潰れていくってものもありますし、思わぬものが別の暗号通貨のプロジェクトと合体してさらに強化されていくってこともあると思います。まあどういうことかっていうと、非常に不安定で見抜きにくいってことですよね。まあですんで、もしね、特定の暗号通貨に対して自分が思いをかけているものがあるとしたら、購入後にその通貨を応援する情報発信をすることじゃないかなと思いますよね。分かりやすく伝えることによって、その通貨のファンが増えていけば、価格は上がり、資金が集中して、プロジェクトの成功に向かっていくってことですから。まあ単純なロジックですけどね。で、唯一違った動きをしているのがビットコインじゃないかなと思います。ビットコインはね、やっぱりね、完全に中央集権から脱出した、まあ唯一の暗号通貨なんじゃないかなというふうに言えますし、それからね、やっぱり知名度も抜群であり、まあそれからね、規制が非常に困難っていうところが、いい面と悪い面と同時に持っているんですけども、これが暗号通貨のどこにも属さない、どの国にも支配されてないっていう、まあ暗号通貨のね、特徴を如実に表してるんじゃないかなと思います。結局アルトコインってどっかにその運営の母体っていうのがあるわけなんですよ。だから完全に分散化してますかっていうと、そうでもないんですよね。例えばね、特定のウォレットが作られて、そこに特定のアルトコインを保管するみたいなのは、そのウォレットを作ってるところに全てが握られてるとも言えますしね。それから私の応援しているカルダナっていうのも、結局はエマーゴですとかね、チャールズ・ホスキンソンさんの意向が非常に大きいということで、テクノロジー的には完全に分散型なんですけども、でもチャールズ・ホスキンソンさんやエマーゴの意向や発表が大きくその価格とか今後の見通しに影響するってことを考えると、中央集権を逃れてるとは言えないのかなってところですよね。まあ様々な基礎知識と、あとは個別銘柄のテクノロジーの理解っていうのが両方必要ですから、投資家としてはね、もっともっと暗号通貨に専門的な知識が必要になってくると思います。その上でないと、なかなかね、資金を投げることはできませんのでね。で、分かったことは購入後にやっぱり分かりやすくずっと発表していくことじゃないですかね。特定の暗号通貨の知名度が上がらなければ、その通貨を買う人も出てきませんし、通貨が売れないってことは値段が上がらないってことですからね。単純な理屈です。ビットコインだけはもう別格で、ほっとけばずっと上がるというふうな形になるんじゃないかなと思います。ビットコインはね、最も公平に平等に作られた、まあ唯一の暗号通貨になっていたんじゃないかなというふうに考えますけども、いかがでしょうかね。それでは今回は以上です。